おはようございます。おはようございます。ブロックされてんね、私。話聞いてる？おーい、聞いてないよね、全然ね。おーい、いやね、彼氏もね、病院行かない人なの。私と似てんねん。カレピもなかなかね、病院行かない人で、こないだ風邪ひいた時も病院行かないでね、私も言ったんだよ。そんなに体調悪いんだったら、仕事や一日ぐらい休んでね、病院行きなさいよって言ったら、やだ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 言うんだよ。同じ。で、なんで病院嫌いなのって言ったら、やっぱ、めんどくさいっていうのもあるしね。まあ、仕事してるかな。休まなきゃいけないと。保険証がない人っているの？いないだろ。会社に働いてたら保険証ぐらいあるだろう。ねえ。そうじゃない？ね？この文章、純粋に聞いて、真っ白な心で。奈々ちゃんお疲れ様です。奈々ちゃん、明日食べるお金もなくなって困ってしまいました。子供も一人いるのですが、助けてほしいです。疲れているところ、突然失礼いたしました。いつも配信楽しんでますって。でもさ、よく考えて、明日食べるお金もなくて困ってる状態で今まで何してたのって感じ。子供もいてね。じゃない？じゃあ子供も食べれなくて今めっちゃ困ってて、なんでそういう状況まで陥ったのかなって私思うんだよ。すごい、結構究極な状況だよね。そんなさ、普通の人だったのね。子供も食べれない、今日お金ないっていう状況になんねん。大体主婦の人とかシングルだとしてもね、1ヶ月いくらとか計算しながら生活してんじゃん。うん。ねえ。そんな、だってもう前もってわかるじゃん、お金なくなるってね。だって収入も毎月一定だとしたら、いくら使ったらいくら残る。ねえ。で、いくら、使ったら困るとかさ、こんぐらい1ヶ月かかるとか、大体ね、わかるやん。毎回こういう生活をしてんのかなって私は思ったの。じゃ、そこじゃない。そうやって心配し、することで、ね、なぜ私に言ってくるの？ね、私役所でもないし、シェルターでもないんだけど、なんで毎日これが来るの？毎日毎日この金を貸してくださいとか助けてくださいって来るの。じゃあ私を助けてよ。逆に。じゃないの。何をしてんの。私がなんでリスナーの助けをね、助けなきゃいけねえんだよ。私のこと助けてよ。いや、逆転現象じゃない？おかしくない？ねえ、配信者はなんかね、金持ってる、稼いでるってイメージがよろしくないよね。じゃない？なんかイメージがそういうイメージになってきて、そういうことを言われてるってことでしょ？うん。でもさ、歌舞伎町とかさ、あちこちにね、監視カメラあるから、下手なことできないね。一回さ、ほら、ちょっと名前も出したくないのが今喧嘩中だから、あいつも、歌舞伎町でね、女と歩いてたって、私と付き合ってる時に、あいつね、名前は言わないですけど、あえて。歌舞伎町で、私と付き合ってる時に、なんか若い女の子とさ、手つないで歩いてるみたいなさ、監視カメラに映ったみたいなね。そう、あいつ。じゃあ、あいつムカつくんだよ。あんなの、昨日ね、私放送見たな、なんて言われたと思う？ねえ、あいつ頭おかしいからみたいな。ねえ、喋ってる内容ほとんどわかんねえし、みたいな。ねえ、あの、モンスターだって。ねえ、あいつの言葉を理解しようと思っても、俺理解できねえんだよね、みたいな言い方されてさ。じゃあ、ことをね、戻すと、あっちから文句言ってきたんだよ。私が最初にね、
私は別にそんなにね、いつも文句言ってんじゃん。最初にあっちから仕掛けてきて、それをなんか私が仕掛けたみたいな。でも録画を見たんで、あのひどんなちゃん誕生日ってずーっとポロポロ言ってたんだよね。もうベロベロに酔っぱりなんかポルポーンポルポーンとか言ってずーっとさ、もうなんか対抗催眠のかのような感じでさ、ポルポーンポルポーンムカつくとか言って、もうずーっとポルポーンケンジーなんて一言も言わなかったんだよ。ケンジーとは言わないんで、ポルポンポルポンポルポンずーっと言ってんねん。そう。でもさ、内心はまだ気持ちがあんのかな、私が気づいてないんだっけ。ちょっとごめんね、ケンジ君ミュートにして。嫌だったらちょっと聞かないでね。いや、そういう気持ちはないよ、ケンジ君。ないけど、心の底にはまだいるのかなみたいな。ケンジ君ごめんね、本当に。ね、ケンジ君のことも大好きだけど、今彼でね、一緒に幸せになろうと思ってるけど、心の底にはまだ残ってんのかなって、そう酔っ払った時に出てくるってことはさ、なんかまだ自分の中で解決してないものが出てきちゃったのかなみたいな。で、未練とかじゃなくて消化できてないんじゃない。まだ、欠片がいるんじゃないか。だってさ、昔付き合ってた元彼さんとかもさ、出てくるときない夢とかさ、そういうもんだと思うんだよ。ね、ふと思い出したりとかさ、なんか写真とか見たくなっちゃったりとかあるよね、結構ね。あいつ元気なのかな、みたいな。なんかそんな感じだとは思うんだよ。ない?だから表面上は結構ズバッと分かれられるんだけど、なんか思い出とかさ、頭の中にはいるのかなみたいな。酔った時に出るのが本当に好きな人?そうなの?それ初めて聞いたけど。よく言うね、お酒飲んだ時が本性みたいな。でもさ、気違いみたいになる人もいるじゃん。それが本性だったら怖いよね。本当にケンジ君のことが好きなのかな?いや、昨日もね、電話で喋ってたの。話してて、なんか彼がこうね、ずーっと忙しいんだよ。仕事上、帰ってくるの遅くなったりとか、最近ね。すごい疲れてたりとか、そんなケンジ君が。で、ね、先週は結構、電話で話したりとか、長時間できたんだけど、今週は、なんかね、今週入ってから忙しくなったの。連絡は毎日取ってんだけど、今1ヶ月会ってないし、もうちょっと喋りたいし、でも彼は仕事で疲れてるし、そういうとこもやっぱりさ、大人だからさ、わがまま言えないじゃん、私もね。会いたいとか、ね、電話でもっと話したいとかね、もう大人なんで、そう。プレゼントもらってするか、まあ、タイミングがおかしいんだよ。毎回タイミングが私たちでね、おかしいなタイミングで、そういうのがやってくるかな。ただ、もうそれは信用性の問題じゃん、お互いのさ、じゃない?そんな疑ったって、だってもう半年の関係性があんだから、もうそんなんはね、もう払拭されてるわけ。奈良ちゃんが環境を変えたくないと思う時点で、じゃあ名古屋に住めってこと?ねえ。名古屋に私が進出しろって言ってんの?環境を変えるってことはそういうことでしょ?名古屋に行けと、横浜かな。だってここのお家だってまだ全然だよ。まだ2年目だよ。ねえ。結構いいじゃん、ここの環境ってさ。私はここの環境めちゃくちゃ気に入ってて、横浜も好きになってきてる時なんでね、すごいやりやすいね、配信とかもさ。ね、街の人も歩いててもニコニコ笑ってくれるし、睨みつけてくん、ね、睨みつけないから、ここら辺の横浜の人はね。
で、公園もいっぱいある。で、駅までちょっと行けば映画館もあるし、ショッピングセンター5個ぐらいあるし、観覧車もあるし、で、カモがいる池もあるし、ね、美味しい美味しいね、リスナーさんの蕎麦屋さんもあるし、みたいな。そう。おまわりさんともね、やっと仲良くなれてきたじゃん。で、また藤沢さんですかって言って笑ってくれんのよ。ね、早く家に帰ってねって。ね、迷惑かけないように早く帰ってくださいね、みたいなさ。今日は何やるんですかとか聞いてきたりとかね、最近は。ね、今日は何やってんですかって言われて。本当だ。そういう風になってきたんだよね、だんだんとね。うん。ななちゃんもお金だけのつながりって分かってるけど、認めたくない？まず、まあ、10年後話してあげる、私たちのこと。今、私は配信者で、この仕事をやってるから言えることと言えないことがあるんで、まあ、その時に、みんなね、ああって、あの時そうだったんだな、とか、ね、二人の関係性とかさ、言える時が来るのをちょっと楽しみにしてるの、私はね。まあ、暴露じゃないけど、ね、そういうことあったんだよっていう年数だよね。うん。いろいろあんね、私たちもカップルだからさ。いろいろね。うん。いろいろ、ね、配信外のもね、喧嘩もしたりとか、なんかいろいろあんだよ。そうなの。気になるでしょ。だから10年間私のこともうちょっと見続けて。そうすれば、あーってならちゃんってね。今は結婚して、ね。専業主婦になって肉じゃが作ってるけど、あの時は唐揚げくん作ってたよねって。ね、ひどんなちゃんのバースデーとか行ったりとか、ヨギママね。ヨギママと仲良しだったのに、みたいなさ。ね、今じゃね、ハワイに住んで、カメハメハだよ、みたいなね、雰囲気を出して、毎日喋ってるよね、みたいな。ね、あんな汚い部屋に住んでたのにさ、みたいなさ。毎日海を眺めていいな、みたいなさ。10年。でもね、街中でね、これ言っていいのか、ちょっとケンジ君ミュートにしてくんない？マジで。最近ね、私悪いことを考えちゃうの。ケンジ君ちょっとミュートにして。マジで怒らしちゃうかもしんないけど、なんか街中とかでさ、いい男を見るとはなって思うようになってきた。それって浮気になる。なんかそう、抱かれてる想像しちゃうわけよ。勝手にね、他人を使って。じゃ別に手を出したりとかするわけじゃないんだけど、いい男を見ると、なんかエッチなこと考えちゃったりとかさ。でも心的には、ね、ちょっとダメだって、そんなことケンジ君いるのに、ね、ああいう芸能人とかジャニーズに抱かれてるやつとかね、そこら辺の、ね、通行人を使ってね、エッチなこと考えちゃダメだと思うんだけど。それは微妙？心の浮気じゃないじゃん。心の浮気なのかな、そのまま。体の浮気でもないし、心の浮気でもないし、みたいな。どうなんだろう。ただの欲求不満でね。ただ最近ね、そうだな。でも私は悪いなと思うの。ごめんねって毎回思うのよ。はっと気づいて、あ、他の男の人のこと考えちゃったと。ごめんなさいって毎回謝ってんの。もう二度としないって。ね？ケンジ君ごめんって。他の男をね、頭の中で考えちゃって、みたいな。そう。あなたは遠距離向いてない？いや、最初は良かったんだよ。付き合って1ヶ月、2ヶ月ぐらいは遠距離恋愛に浸ってたっていうかさ、その環境なかなかないじゃん、遠距離って。最初は、なんかそういうのを楽しんでた感じなんだけど、本気で多分好きなんだろうね、彼のことをね。本気で好きになってきて、2ヶ月目ぐらいでね。なんか、わがままな自分が出てきちゃった、最近は。なんで会えないのとか、なんでなのって、なんで、私をもっと、ね、優先してくんないのとかさ。
どん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 わがままになってる。だから昨日も電話してて、一言言っちゃったんだよ。仕事疲れてんのになんかうざいこと言っちゃったの。私それちょっと反省してんだけど、ポロッとね、なんかちょっと態度悪くしちゃったんだよ。すげえ態度悪かったな、私ね。ちょうど寝起きっていうか眠い時で、電話かかってきてね。うん。いや、冷めてるとかないよ。もう一日中彼のことを考えてるしね。もう配信しながらも、だってね、ケンジの話してるし、半分は配信のこと考えてて、半分はケンジ君のこと考えてる。あとは家族だったり、友達だったりとかさ、10% はそういうことを考えてた。あやちゃんおちまかありがとう。イェイイェイ。うん。そうそう。だから、パーセンテージで言えば今、半分配信、半分ケンジ君って感じ。で、残り、まあ、ね、残りは友達だったり、家族のことだったりとかね。うん。でもさ、引っ越すってさ、大変じゃない？じゃあここで近くに引っ越してね、会えるようになったらどうなのかなと思うんだよ。多分なんかまだその段階じゃねえのかなみたいな。うん。いや、その一時は楽しいと思うよ。毎日会えたりとか回数が増えてすごいロンロンになると思うけど、この孤独を寂しいとか会いたいって気持ちが大事なのかなみたいな。だって近くにいたらさ、そういう気持ちってさ、湧かないわけじゃん。当たり前だと思ってな。だから今は私は修行中なの。好きな人が愛する人はいるんだけど、その会えないとか、ね、その孤独をすごい考える時間っていうの。うん。それね、それを脱却できて今度、じゃあ同棲する結婚するっていう話になってると思うんでね。長年ね。あと、まあ、3年ぐらい付き合って、じゃあどうすんのってなるの。恋に恋。うん。いや、ポルポの時はだから若いかな、求められてたのすごい。なんか私に対して欲情してたから、やっぱ若い子と付き合うとそうだよね。だから体が持たないよ。うん、そわ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 してね、若い子は。若い子と付き合うってね、年上の女は結構難しいんで、そういうのも求められるし、やっぱテンションとか回せなきゃいけないしみたいな。結構ね、年とか離れてるとそういうとこ考えちゃうね。本当。ケンジ君は私の年下だよ。年下だけどそんな離れてないの。お互い30代だから、まあ話とかも合うし、みたいな。でもさ、こんだけ30分ぐらい今ケンジ君の話してるよね。なんか私、やっぱ溜まってんのかな。で、珍しいよね、こんなにずっと喋ってんのね。なんかあんのかな。じゃない。でも、なんだかんだ言って、私の幸せをね、リスナーさんは願ってくれてんのかなって思うよ。そういう優しいとこはみんなね、普段はクソババアとかね、汚ねえなとかうぜえなとか死ねとか言うけど、私はね、私の人生をこう見てくれてんのかなって応援をね。もうファミリーみたいなもんだよ。そうだね。だって一人目は、ねえ、配信と、俺どっち撮んのみたいな。超オラオラ系で B 型だよ。あーって、うちの奈々に文句言うんだったら、俺のこと文句言うんだったら食わしてやれよって。今すぐ100万振り込めんのかおめえら。言えねえんだったら黙ってろよみたいなさ。殺すぞみたいな感じだったよね。一人目はね。でみんな、へへって。いやだ、怒らないで。奈々ちゃんもいじめないでほしいみたいなさ。やめて奈々ちゃんいじめないで。でも、ノブくんの言ってることもわかるみたいなさ。そんな感じだった。そんな感じだったよな。それで、なんかね、
喧嘩するとあっちがね、枠を開けるわけよ、バーンって。ね、ふざけんなっつって。なんなんだよっつってさ、彼氏が枠を開けんだよ。そうするとみんな大集合。こっちでこう言ってたからって、奈々ちゃんこう言ったらこうで、みたいなさ、もうすんげえ鳩合戦になって。もうありえないぐらいね、もうお互いにボロクソ言い合って、あっちをやってこいよ、みたいなさ。それでみんなフラフラフラこういったああいったこういったああいったみたいなさ、いやヨギママなんて火になんないよね、あの時ね、火になんない、もうみんなイライラしてたし、みんなの時間をね無駄に使ってたよね、あのね。そうだよ、でこっちではいいこと言う人いるんだよ、ねえねえって、奈々ちゃんなんかねバカだしみたいな、あんなオカマ野郎ほっとけばいいじゃんみたいな、それこっち来ると奈々ちゃん大好き、毎朝7時から見てまーすみたいな待機してまーすみたいな、でまたこっち行ってあんなやつと別れろよってね、別れた方がね幸せだからとか言ってさ、もうすごいね痛いよね、それで結局じゃあ俺と配信どっち取んだよって言われたら、究極の選択で、まあ愛してたけど私ははっきりと言ったんだよ。ね、配信を撮りますと。ごめんなさいですけど。ね、私はみんなの方が大事だし、この先ね、配信をやって食ってくつもりなんでって。あなたはいらないですって。そしたら、おう、わかったって。すごいね、私に粘着してたし、すごい愛してくれた人なんだけど、一瞬で消えちゃってるの。もうちょっとなんかストーカーとかさ、暴力振るわれたりとかすんのかなと思ったな。さーっていなくなっちゃったの。え、もっとさ、ね？え？って、引き止めてくれんのかなと思ったな。だって7年間付き合ってたかな。みたいな。って、こう、7年間じゃない。5年？ 4 年間。こんな同棲してたのにこんなあっさりなんだ、みたいなさ。そうだよね。だそこで決めたんで、もう恋愛なんてしないよ。なんて言わないけど、言っちゃうよ、絶対、みたいなさ。ね、もう恋なんてしないよ。言わないよ、絶対を言わないよ、みたいなさ。もう私は、ね、男なんていらないと。ね。みんなが大事だし、男なんか作んないんで、ね、自分の幸せを願います、みたいなさ、ね、宣言をして別れたんだよ。そしたら、ね、ハチ君っていう人がまた現れてね、いい子が。ちょっとね、なんか恋愛大特集みたいな感じだけど、今日ね。その、なんかね、お鍋ちゃんだったんだけど、そのハチ君は、その人もいきなり突然告白してきたんだよね。急に、お店働いてた時にさ、店に来て、うちのお母さんに、お嬢さんを嫁にしたいみたいな。ねえ、奈々ちゃんのことが好きで、みたいな。もらえませんでしょうか、みたいな話をしてたの。それで私出勤してきて、あらーみたいな、久しぶりってね、一回会ったことあったかな。それで話したら、付き合いたいみたいな。みたいな、じゃあ一回ちょっと試してみるっつって、その日にエッチしたんだよ。そしたらすっごい良くて。ねえ、そのまんまのノリで、エッチしたんだけどね。すっごい良くて。それじゃあ付き合おうか、みたいな。ハチ君の時はざっつり見てた？じゃあその時にね、宇宙感じてないの。その時は軽いペッティングっていうかさ、私が一方的に生かされちゃったみたいな。なんかガンガン攻められてさ、すっごかったよ。未だに覚えてるあの汗の感じ、すっげーさ、夏かなんかに告白されたんだよ。夏ぐらいに店来て、彼の背中にすんごいね、汗かいてたの。それを私がギャーってさ、こうやってね、爪でギャーって背中をこうやってさ、掴もうとするんだけど、ぬるんってなっちゃうんだよ。今ね、覚えてる初めてのあのセックスはね。
ニュロンニュロンってなっちゃって、なんでこんな汗かいてんのっつったら、緊張してるって。だって、藤沢奈々がここにいるんだもん、みたいな。俺のもんになったからね、みたいに言われて、みたいな。そうって。ね、じゃあみんなには内緒だよってね。私はあなたの前の一人の女だし、みたいな。ね、内緒だからねって。女になっていいとか言いながら、なんか生かされちゃったんだよね。キモい。欲求不満で、その後は、まあみんなのご存知ね、ポルポンくんだよ。なんか3人まあその間にやっちょくんとか行ったんだけど、あれはビジネスなんだけど、まあ3人ね、この7年間で4人目か。今のケンジくん入れると、4人の男に翻弄されてるって感じですね。そう、ハチくんの時もなかなか会えなくて、お互いにコミュニケーション不足で、私が寂しくなって。その時も一緒なの。あっちも、そのハチくんというのは仕事してたし、まあ東京だったんだけどね、住んでると。私も、夜仕事しながら、朝ね、7時から配信もダブルワークみたいな感じだったの。で、私もめちゃくちゃ忙しくて、その時ね。だって朝7時に配信つけて、昼間ちょこっと寝て、また夕方ぐらいから仕事の準備して、で帰ってくるのがまあ12時過ぎ、1時ぐらいでしょ？それでまた5時ぐらいに起きて、また7時って、もうずーっとそんな感じだったのよ。だから痩せてたんだけどさ。うん。で、彼も彼で、普通に昼の仕事してて、みたいな。じゃあ、デートするのは、一週間に一回だけだったのね、その時も。じゃあ、週末？私、配信日曜日は休みにしてたから、仕事も日曜日休みだったから、だから土曜日の夜の仕事終わって、ちょっと寝てから、日曜日デートするっていうね。それで、また夕方ぐらいまで遊んでて、バイバイして、みたいな。こんな感じだったかな。うん。だからその時もお互い口癖のように言ってたの。忙しい、忙しいってね。私からじゃあデートしようって言ってもあっちは忙しい、会えない。で、あっちからじゃあ奈々ちゃん会おうよって言われた時も、あ、ダメって、今週ちょっと疲れてるかな、会えないわ、になってきて、だんだんそういうのが重なってきてさ、もう、じゃあもう、それが1ヶ月になったりとかね。2ヶ月になったりとか会えなくなったのかさ。うん。そう、すれ違っちゃったんだよね。で、言われたんだよ。奈々ちゃんって、なんで外出ないのって。日曜日にね、家でデートしてたの。俺は、もっと奈々ちゃんと映画見に行ったりとか、買い物行ったりとか、したいんだけど、って。って。で疲れてるし、お家がいいじゃんって、で、ね、ご飯だって出前取ればいいし、って、もう外出たくないんだよね、みたいな。結構きつめに言っちゃったんだよね。そしたら、うん、わかった、奈々ちゃんがそうしたいんだったら、そうしようって。わざわざね、疲れてるし、出なくてもいいから、みたいなさ。そういう子だったんだよ。うんって。でも、彼は、やっぱり普通のね、カップルみたいに出かけたりとかしたかったんだろうね。今思うと。やっぱり、ね、彼も寂しかったのかなって、ハチ君もね。うん、わかった。ナナのために、デザート買ってきたからって。ナナ好きでしょって。ドーナツ好きでしょっつってさ、10個ぐらいドーナツ買ってくんだよ。俺、買ってきたからって。あの、お弁当も美味しいやつで東京で買ってきたから、つって。ダメ。わがままになったらダメよ。わがままは絶対いけない。しょうくんでーす。すいません、遅くなりました。水でよかったですか？あ、なんか奈々ちゃんは水をしか飲まないって聞いたんですけど。いいの？しょうくんは逆になんかオレンジジュースを飲むって聞いたのに。あ、お茶かオレンジジュースをよく飲んでるです。でも水なんで4本もいっぱい買っていけって言われたんで。いっぱい買っていけってこうやって。じゃあいただこうかな。お水。なんかあれ ?2 万円取られたんだって？あ、駐車場ですか？はじめまして。うん。
取られました。取られたというか見てなかったんですけど。え、何それ、1日止めててってこと？半日です。半日。はい。なんだろう、上限がないとこだったのかな。あ、そうですね。三井の、三井のリパーク。はい。これタバコどうぞ。全然吸っても、はい、確かアイコス吸う人だよね。はい。それでなんでうち来たの？いや、なんか一回は言っとかないといけないなと思って。声ちっちゃいよね。やっぱ食べてないんじゃないの？そうですね。食が細いんですよね。ちょっといいかしら。はい。汗かいてますけど。あ、でも意外と筋肉あるね。細い、ヤミーみたいな細いから声でちっちゃいのかと思ったの。意外と筋肉。身長と体重はヤミーと一緒ですよ。ほぼほぼ。身長と体重がヤミーと一緒です。身長何センチ？ 70 です。あ、じゃあ一緒だ、私と。体重は？50、今53ぐらいしかないです。53? 女の子じゃない？あ、ひでママいた。あ、来てますね。53キロ男、でもこんな筋、だから細マッチョなんじゃない？意外と。ギガフェイスの時は結構増やしたんですけどね。うん。すぐ痩せました。そうで、ギガフェス出る予定だったんだよね。そうなんです。それで、なんで出なくなっちゃったの？なんか、プロの人とやってたんですよ、スパーリングずっと。うん。なんか、配信者の人って結構一緒に練習したりするじゃないですか。うん。僕いなかったんで、周りに。うん。普通のボクシングジムに行ってたら、プロの人、昼間行ってたんで、うん、大体プロの人しかいないんですよ。まあね、スパーリングジムだからね。最初は、はい。頭回るかも。最初。それで？最初あばらが折れて、うん、その後普通にスパーリングしてたら、まあ、結構顔とかもバンバン殴られてたんですけど、うん、なんか気分悪くなって、スパーリングした後に。で、寝てたら、立てなくなっちゃって、今度は。立てなくなった？はい。なんで？なんか脱水症状かなと思って、最初。うん。熱中症みたいな。そうです、そうです。そんな感じだったの。で、うん。ちょっと動けるようになったから車で脳神経外科行ったら、うん、出血がいっぱいしてるからすぐ救急車って言って。あ、そうだ、脳やられたんだっけ。そうです、硬膜下血腫って言ったの。この血管が切れて、そん時さ、私聞いたことある。今さ、彼氏さん、はい、目が片方充血しててすっごい真っ赤なんだよ、はい、その時充血した目。いや、今は充血してないです。ただ顔が、血がめっちゃ流れてるんでパンパンに張ってる。顔が腫れる。目が動かせなくなりました。あ、動かなくなるの？はい。立てないし、目も動かないし。脳系やるとそんな感じになっちゃうの？血が、僕の場合は血がめちゃくちゃ溜まってたんで、頭に。それで圧迫されて、うん、目を動かすのももう無理になっちゃったんですよ、最初。それさ、溜まってたのが爆発したら死んでたってこと？固まっちゃってたら、なんか年取ってたら死んでるって言われました、もうちょっと。まだ若いから、うん、血が流れたからよかったけど、固まってたら。あ、逆にね。はい。それが、ああ、そういうことか。え、じゃあ死ぬ間際だったってこと？逆、だよね。だから最初の1週間ちょっとはずっと車椅子だったんで。へぇー。やば。なんか後遺症みたいなあんの？それね。いや、それが ないのがね、奇跡って言われました。ああ、それで何？麻痺とか残る人もいるのかな？全然いるみたいです。へぇー。で、藤見ちゃんとエッチしたの？してないですよ。岸尾くんって何型？O です。あ、O 型なんだ、はい。え、年齢はいくつなの？年齢35です。それ交換してんの？はい。あ、じゃあ35だと近いね。私今年9なんだよ。ああ。だから、マティアスくんとか、あ、どう？ヒカルくんと、あとマサヤン。ゼロワンも多分一緒です。ああ、そうだね。はい、35だとゼロワンくん、マサヤン、3倍目ヒカルくんか。はい。あと誰かいたかな。35ってでも結構多そうだよね。意外といいますね。そう、30代って配信者多いよね。多いです。今。35には見えない？だから昭和ですね、ギリギリ。昭和何年ってこと？ 62 年です。あ、じゃあうちの弟ぐらいだな。うちの弟63年だな。一個違いか、俺。うわーい。うわーい。弟がいるの知らなかったです、でも。初めて来ました。おちんちでかいの？いや、多分、
それなりに。じゃあみんな、恒例の、おティッシュチャレンジスタートします。今日対戦相手は、こちら、ネトラレの帝王。ネトリですね。あ、ネトラレだと取られるほど。ネトリの、はい。ネトリの、コマイくん。コマイくんじゃない、なんだっけ。なんだっけ、名前なんだっけ。あ、機長です。あ、機長くんだ。はい、せーの、ナナと、機長の、せーの、おティッシュ、チャレンジ、スタートせーの、タイミング間違えてこっからだった。こっからせーの。ちょっと待って。なんか取れない難しい。ちょっと待って。早え？割れちゃった。ずるじゃない、ずるじゃない？何枚か取ったでしょ。箱が割れちゃった。ちょっと待って、ちょっと待って。箱が割れちゃった。ちょっと待って。ちょっと待ってちょっと待ってあ、行ったあ、終わりました。終わった。せーの、ナナと今日のおティッシュチャレンジスタート。あ、まだあった。まだあった。まだだ。ちょっと出てこない。待って。まだ出てこない。まだ出てこない。え？あ、みんなビジネスばっかありがとう。センキュー、ナイスやるやん。すごい、10倍ナイスやるやん。すげえじゃん、みんなすげえじゃん。やろうぜ。やるやん。センキュー。やるやん。最高じゃん。あ、ビジネスセンキュー。また明日。